吉田さん、みんなの銀行もそうなんですけども、私はね、お金を稼ぐっていうのは、誰かが困っていて、その困ったを解決することでいいんじゃないかなと思うんですよ。となるとですね、お隣さんも何かに困ってるわけですよ。100メートル先の人も何かに困ってるんですよ。近所の人も何かに困ってます。何もね、ネットの向こうにいるよく誰かわかんない人に商品売る必要は全くなくって、一番困ってるのは自分の知り合いとか友達とか身内とか家族だと思うんですよね。その人の問題を精一杯解決してあげれば、それはお返しは来るんじゃないですかね。今この時期、お中元の時期なんですけども、私はね、お中元結構いただくんですよ。もういちいち紹介できなくなっちゃいましたけども、最初はね、お中元が来ましたみたいなコーナーやったんですけども、とどむんじゃないけども間に合わなくなりましたんで、届いた先から箱を分解して、もうすでにこうやってね、整理していかないと追っつかないんですよね。だからこれっていうのは、おそらく私の YouTube を見た方がいろいろ感じてくださって、気づいてくださって、ありがとう久保さんって感じになってるんでしょうね。私が要求することはありませんし、特に速稼塾のその塾費用をたくさん払ってる方とか、リピートを起こしてる方とか、付き合いの長い方にこの傾向はありますよね。もちろんここ半年1年でお付き合いの始まった方からもいろんなものが送られてきます。ありがたいなと思うんですよ。でこういうふうに、特にね、ビジネスじゃなくても、人はいろんな気持ちやお金や物のやり取りをしてるわけですから、言ってみればそれをね、逆手に取るって言ったらいやらしい言い方になりますけども、周りの人に、近所の人に感謝されるような生き方をしていれば、金銭的に行き詰まることは私はないと思うんですよね。でも人はこう言うでしょう。私はいろんな地域貢献してます、でも何のお返しもありません。冷たい人に囲まれてるんでしょうか。違うんですよ。お金や物を恩返しで送りたくなるほどまではやってないってことなんですよ。さあ、そしてね、ビジネスっていうのは継続がすごく大事ですよね。私も自己アフィリエイトを誰よりもやってきました。みんなの銀行も誰よりも紹介してます。 YouTube も誰よりもやってるでしょう。こういうふうに誰よりもするから、だから目立っていくんですよね。だからお返しがあるんですよ。だから継続できるし、戻ってくるんですよ。つまりその頻度が低ければ、本人はやったつもりでも周りからやったと評価されていない、何も気づかれないってことになるんでしょうね。吉谷さんに及ばずですけども、私もね、 YouTube の動画を誰よりも上げていこうと思ってますよ。目標は目下2万本です。あと7000本ぐらいいるんですかね。まあでもね、アカウントが一時停止になったその1週間だけでも、私400本の動画作ってるんですよ。そう考えていくと、10週間で4000本、20週間で8000本、20週間といえば今年いっぱい使えばこの2万本は突破できるんじゃないかなって気がしますよね。2万本突破するといよいよ見えてくるのは10万本ですよ。そんなに難しい話じゃないかなと思うんですよね。でも反面ね、私はちょっとね、動画の付き合い方を変えていこうとしているところがあります。それは、YouTube 動画を量産するのは量産するんですけども、これからは大切なコンテンツはきちんと整理した別の動画プラットフォームにね、入れていこうかなと思うんですよ。それこそ永久保存版で、サーバー管理費もしっかりとお支払いする形で、 YouTube みたいなね、無料に関わったやり方だと、ちょっと一線を画そうかなと思います。そして2022年には本格的にそっちの方に行こうかなっていうふうに思ってるんですよね。ということで、私の情報、もっともっと秘匿性が強くなりますけども、果たして求められる情報になるんでしょうか。実は今ね、結構仕込みをしてるんですよ。裏情報がかなり溜まってきました。裏情報ってのは、普段私たちが触れることのできない情報です。まあこのね、情報ってのは YouTube 規約上ではアウトのものばかりですので、もう私のアカウントは持たないと思います。今ですらね、1週間の制限が来てますからね。まあご期待いただきたいと思いますね。何でも情報がお金になる時代ですから、その情報をどっから掴んでくるのか、それとも創作するのか、フィクションノンフィクションの間で揺れ動いてる時代かなと思います。それでは。